今なあちゃん見てるらしい。今見切れたかな。入った。KB48 君だれまもなく始まります。もう後ろメンバーでね、もう19時になっちゃいましたんで、スタンバっていただいてますけど、これがね難しいんですよ。今ちょっと試験的にね、5G 持ってきまして。寂しいからいっぱい来ないとさ、ね、すごいなんかこの 5D の絵はどうですか、ね、私が自分大好きマンみたいな絵はどうですかね。いい感じじゃないですか。で一人がここ縦に並んじゃうと誰かにピントがあって。キイちゃんかわいい。スンちゃん行きな。なんだっけキャッチフレーズ練習しといたら。どうですか。いやダメです。でダメなの？まだ。ダメなの？ダメなんだって。ね。結構ボケてる。みんな言って喋ってくる。さあということで、まあ ね今始まりますんで。そうなんか携帯電話の電源はつけておいてください。なんか喋ってる。なんか喋ってるってなんだよ。喋るよそれ。あれ。はい、ね、どんどんコメントしていただいて、ございまして、それでショールームとお持ちの SNS アカウント、ツイッター、フェイスブックが連携していないと皆さんからの大事なコメントや応援ギフトが番組に反映されないことがありますので、おしめチェックの前にぜひ一度ログインチェックしてみてください。あれもうどの絵になってんの。俺なんずっとこっち見てたじゃない。こっちなんか違う、あれあれ、ここ映ってます、私映ってます、うん、違うじゃないですか、もうリハじゃねえんだよ。はい、もう戻ってください。キイちゃんどこって言われてるよ。キイちゃんここさカメラ映んないんだよね。いやだから自由すぎるって。むちゃくちゃだから映画。さあそれでは始めたいと思います。今日のオープニングは4月18日は語呂合わせで良い歯の日ということで、西川さんの歯医者さん進行でお届けいたします。それでは、オープニング西川さんお願いします。どうも、診察始めます。はい、かわいいよ。マスクをしてるんですけど。はい、まもなく君だれ始まりますよ。痛かったら右手を上げてくださいね。それではいきます。 AKB48 の君だれ。はい、今日は萌えの水曜日ということでメンバーの可愛い姿をたっぷりとお見せしたいと思います。見逃したら親知らずを麻酔なしで抜いちゃいますよ。はい、治療おしまい。お家帰ったらお口クチュクチュしてくださいね。あそれでは治療も済んだことなのでみんなで自己紹介をしたいと思います。患者の皆さんはコメント欄でコールお願いします。まずは私から、チーム A の西川玲です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてはい、チーム4のキーちゃんこと佐藤キアラです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。違います。キアラさん、今日の天気は木原さんじゃないですか。木原さん違いますよ。はい、次に、はい、はい、あ、やっていいよ。はい、皆さん、あ、私がマイクを向けたらずんちゃんって言ってください。はい、皆さんニヤニヤしちゃダメですよ。ずんちゃん、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 ありがとうございます。あなたの口角をずんずん上げたい、新チーム A 研究生の兵庫県出身17歳のずんちゃんこと山根ほどはです。はい、よろしくお願いします。緊張気味ですね、今日はね。はい、皆さん、野田って言ったら野田って答えてくださいね。そんなありました。ありました。それでは行きますよ。野田、あ、違う、野田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 、はい、皆さんの口角を野田、野田上げてください。野田、よろしくお願いします。野田、野田、どういう状況なんですか。野田、野田、上がってきますよ。よろしくお願いします。進行と突っ込み、そして歯磨きをよろしくお願いします。いや、歯磨きはね、本番詰めできませんけど。はい、よろしくお願いいたします。いや、でも全然大丈夫です。いや、なんで大丈夫なの。はい、食べらせるよ。はい、ということでございまして、はい、今日歯医者さんということでね。そうです、歯医者さん。歯医者とか、まあ、行く最近来ましたね。お、怖いやつ、痛いやつ、ちょっと痛いやつ。
ね、あの音がね、もう思い出してたけど、はい、テンション下がっちゃいます、はい、歯医者さんの時にあのうがいのコップめっちゃちっちゃくないですか、なんかあのコップの水を全部飲んでいいのか分かんなくて、わかるわかる、なんかちゃんと飲み干さなきゃいけないのか、うがい全部出さなきゃいけないのかなとかいろいろ考えながらやってません、なんかさの全部終わった時にもう一回戻した、もう一回水出てきてもう一回やんなきゃいけないのかなって思ってもう一回やってもう一回戻すよってもう一回全部で返してきた時になんかあみたいな、わかります、あるあるネタ持ってるとはすごいですね、まあ、そんなところで、はい、企画に行く前に番組の説明をさせてください。キミダレは皆様の応援が必要な番組です。5日間での達成ポイント350万までは残り233万ポイントくらいね、約やばくない、はい、それくらい、ね、必要なんですよ。ということで今週もなんか萌えにいてすみません、なんか今日頑張りました今日、頑張って、頑張って、あの、ありがたいことにマイナスっていうシステムないんでありがたいねありがたい、ちょっとショールームさんがマイナスっていうシステム持ってた確かに限定あったら大変だね、もう最悪ですよ、今週も特別観覧席のエンジェル席をご用意しています。月曜日から水曜日までの3日間番組内でギフトをたくさん使ってくださった上位30名の中から抽選で10名様を金曜日の配信スタジオにご招待したいと思います。はい、お願いします、はい、またタワーを使って応援してくださった方には感謝の気持ちを込めて番組内の提供ナレーションでお名前をお呼びします。ということで本日も番組継続のため応援よろしくお願いします。さあ、ということで気になり始めていきたいと思いますけども、昨日はなんといってもですね、AKB48 劇場で、はい、牧野アンナプロデュースヤバいよついてこれんのか公演、こちらで初日が行われたということで、今日のメンバーでは、西川さんとキーちゃんと銀ちゃん、はい、3人が、はいはい、要するに野在外、野在外キーさんで野在外って言わなかったんだけど野在外、野在外が今日、ね、出たということで、はい、ちなみにセットリスト、その公演のセットリストがこちらでございます。ということで、やってみてどうでした？どうですね、うん、そうですね、すごい疲れたんですけど、うん、でも結構もうミライトはアンコールなんですよ、ミライトはでもう涙が出てきて、もう旅立ちの時って号泣してて、結構号泣してるメンバー多かったですね、あそうなんだ、その後の MC とかでも結構、うん、なんか全体曲がユニットソングになってるよ、そうなんですよね、すごい、セテーマーマレードとグリーンフラッシュ、いつか見たんですよ、グリーンフラッシュ2人やんと、そうなんですよ、すごいめっちゃ、うん、ダンス結構ドラマチック、ダンスダンス、うん、そうだよね、そうなんです、ユニット横やもんね、もうぜひ見てほしい、ね、見どころですよね、この声の、ちょっと見て、本当になんかもう、うん、ダンスだけで、うん、あのユニットってあのリハーサルとかでも見てたんですけど、ダンスだけでこう作品の世界観っていうのが本当に伝わってくる感じで、でそれぞれソロダンスがあったりするんですけど、うん、ここも結構2人ともダンスが上手いので、リハーサルもこの、これからワンダーランドとかがお蔵入り公演とかでやってた、あんまり、あんまり皆さん西武ドームのイメージがレアなんで、あんまり気持ちに使えないんですけど、どういう感じ、なんかさダンス、それともなんか飛ぶ感じなの、アイドルダンス、それともなんかガチガチ踊るって、あのオープニングブロックは結構アイドルソングというか可愛い系が多いよね、結構なんか得意分野というか、始めたみたいな感じで言われて、中盤はこれからワンダーランドがセクシーゴージャスみたいな、感じ、になって、月中がもうロックな感じで、ピノキオくんがもうおちゃらけみたいな、違う顔を見れるみたいな曲です、ね、じゃ違うんだよ、イメージ、ずんちゃんはどんなおすすめのおすすめの曲ですか、自分はどれ見てたの、私、あ、ユニット、ユニット制服レジスタンスっていう曲を見ました、
どうだよ、名前書いてあるもんね。なんかかっこいい曲で、これは、うん、すごい反抗的な曲なんですけど、うん、それを表現するのがすごい難しかった。どうでした、アンナさんは。でもすごい本当にこうダンスとか表現とかにすごい厳しい方なんですけど、うん、でも私たちに向けてすごいアドバイスをしてくれたりとか、うん、すごい初日の後もここで満足してちゃダメで、これからもっともっと成長していけるようにみたいなことをすごい言ってくれたので、うん、まだこの4月も結構もっとすごいスパンが短くある公演があるので、あの体力が尽きないように頑張りたい。体力勝負、ね、見てる方でね、いい方いらっしゃいますかね。ちょっとコメントなんかで言っていただいてね、もう打ち合わせではもうマネージャーが大絶賛でね、一体感がね、すごい。そう、かなりの熱弁を、確かにプロデュース公演ってかなりいろんなところからメンバーが集められるので、うん、会話が少ないメンバーとかもいたりするんですけど、もう一人一人と話したから、うん、もう誰とでも結構仲良くなれたっていうか、みんな本当仲良くて、みんなで、そうか、でもバラバラで集まってるからけど、みたいな、メンタルケアとかをみんなでしながら、エイトさんとか、そう、初めて話したことですか。初めて話、私が初めて話したのは佐藤しおりちゃん、うん、あと仰天ちゃんはでも次のチームで一緒なので、うん、なんかあの単独コンサートとかの時にもちょっとお話ししたんですけど、うん、でもしおりんはすごいセクシーで、これからファンタランドの時にアンナ先生に褒められてて、みんなで、あのしおりん先生教えてくださいどうやったらセクシーが出るかという、本当楽しみに、はい、なのでぜひ劇場に、ね、公演でやっていきたいと思います。まだ自己主張あるので、はい、いただきたいと思います。さあ、そんな中ですね、やはり、皆さん初日お疲れ様でしたということで、はい、はい、野田以外お疲れ様でございました。私もお疲れです。君の疲れはね、皆さん、初日お疲れ様でした。いや、もうお疲れですよ。いや、お疲れじゃないと思うんですけど、ということで、お三人さんを癒したいということで、はい、こんな企画を行いたいと思います。牧野アンナ公演の疲れを癒しちゃおう、ありがとうございます。さあ、こちら今ボックスにですね、お癒しのものがいっぱい入ってますんで、こちらを1個引いて、はい、そのお題に沿った癒しをプレゼントしたいと思います、はい、さあ、それでは、あ、私から。いや、違う違う、野田さんは。いやいや、もう野田さんは黙っててください。いや、野田も疲れなんですよ。いや、お疲れでしょうけど、最近ディレクターになったんですよ、私。あ、それも言ってたね。私ディレクターになるって、なんかね、そう、昨日 AKB インゴでの CM が、新しい CM が流れてて、AKB48 感謝祭の DVD の CM を、うん、なんと私が制作させていただきまして、ナレーションもやった。そうなんです、あの、企画からキャスティングから撮影、編集、ナレーションまで全て私がやらせていただいて、すごい才能だね。それで、あのレイちゃんも実は出てくれてるので、そうなんです、で、こう、あの、今公開されていて、あの、もうすぐメイキング映像も公開されるということなので、あの、ちょっと楽しみ。野沢さんの編集とかのメイキングってこと。どうでしょうね。引っ張りますね、引っ張り。なので、そういうのがあったと、はい、ぜひ、あの、ツイッターなどの方で拡散よろしくお願いします。はい、もちろんです。ということで、野沢さん、お疲れ様でした。続いてはですね、西川さんから、いいんですか、言っていただきたいと思います。はい、なるほど、これは書いてあるやつ。そうです、はい、はい、なんだろう、いきます、せーの、じゃん、はい、何ですか。笑顔疲れちゃう、野田一発ギャグ。いやー、もうやっぱ初日で西川さんもお疲れということで、そうですね、ちょっと野田さんの一発ギャグで、はい、私一発ギャグキャラでしたっけ。一発ギャグキャラですよ。いや、私は一発ギャグキャラじゃないですよ。もうなんか勝手に一人で喋ってるキャラくないですか。そうですね、癒されたいから、はい、いや、もうなんかアイテムが、あ、傘使ってる。傘。じゃあちょっと前に出ますか。わかんない。ちょっと西川さんも。はい。はい、楽しみだ。いただいて、癒されてください。それでは参りましょう。笑顔になれちゃう野沢一発ギャグお願いします。
って、なんか雨の日にめっちゃ濡れてて荷物多い時にさ、こうやってさ、めっちゃ濡れてるやん、こうやってさ、こうなっちゃってさ、こうやってこうなってこうなった時にさ、自分だけめっちゃ傘がこうなっちゃって恥ずかしくない？一発ギャグをお願いしますそう説明はいいで、傘使ってここでもう一回いやそれはもう分かるんで、はい、それでは改めて笑顔になれちゃう野座一発ギャグお願いします。本当にどうしよう、傘だ、これは私の傘だ、傘回ってるよ、傘が回ってる、そして色が一緒だよ、はい、終了どうでした、癒されました。あのこの箱の中に1個罰ゲームが入ってるみたいに聞いたんですけど、もしかしてそれ引いたのかなってこれは罰ゲームだったんじゃないかなと。罰ゲーム分かんないですけど俺あれもしかして引いちゃったんですかね。私罰ゲームだったかもしれないかもしれないですね。ちょっとどうしましたどうしました。いや本当にマイナスっていうシステムがなくて本当に良かった。さあそれでは続いてキーちゃん、はい、何しようかな。じゃあこれ、はい、ではいきます。はい、こちらです、じゃーん、お、絶景、やだー、やだー、これを見ると本当にいや、もういいんだって、いいの、いや、野沢の一発ギャグだったんですよ、癒されたでしょ。いや、絶対私の方が今糖分してるちょっとすいません、ちょっとすいません、それはいいんですか、キーちゃんを癒して、いただきます。それでは、はい、お食べください。こうやってさ、萌えもさ、なんかさ若い子パチバカさ、なんかさ一人さ、いただきます、いちご、おいしい、グーが出ました。なんかみんなに分けてもいいんだよ。これは何だと思いますか？何人同士？何だと思う？食べた？何食べた？フルーツカクテル。ババロア。ババロアっぽい。ババロア？美味しい。もう一人でね、後ろで食べてください。はい、もう全然。癒されてくださいね、ちょっと閉じていただいて食べちゃってんじゃん、おいしい、おいしい、癒されはい、じゃあ続いてずんちゃんはい、私の上だけ絶対雨降ってるはい、じゃあ続いては、はい、ラスト1個、なんだろう、癒されてきてます。これは、はい、こっちか、じゃん、なんでこれが一番疲れが取れますから全然疲れ、ちょっと頑張ってこれ本当にということで、3つ目を終えて、西川さんは罰ゲームじゃなかったよ、かったまさかのクエさん初めて、キャラ、キャラ、キャラ、クエさん初めて、うん、おー、あー、じゃない、うん、でもね、これ、これ、いやいや、これを、キャラは好き、甘いジュース飲んでると思っての、みたいに飲んで、キャラは、これを、どういうリアクション、どういうことです、美味しい、キャラは好きだ、美味しい、めっちゃ美味しい、これはもう蜂蜜、まあ、そう、いいね、蜂蜜だよ、あ、匂い嗅いじゃダメ、無臭、無臭、あ、匂い、そういう感じに匂い、それは、お飲みください、美味しい、美味しい、めっちゃ遠い、うん、わー、酸っぱそう、いただきます、うん、美味しいよ、うん、全然、蜂蜜感全然なかった、かわいい、なんで、そんな美味しいじゃん、これ美味しいよ、見てるだけで酸っぱい、はい、あんな先生の講演より疲れる、お水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 美味しいから、クエさん飲んだ後お水美味しいから、はい、さあそれでは、あ、いきましょう、提供、はい、AKB48 の君誰は、
鈴葉、超絶推しオレンジ様、大鳥光様、カズアット関北斗様、そしてその他応援していただけるファンの皆様の提供でお送りします。はい、3人ショールームドン野沢以外ですね。その公演があったから、そういうお話を聞きたいでしょ。こんにちは。昨日公演はそうですよ、牧野アンナ先生公演、やばいよ、ついてこれぬか公演終わりました。イエーイ、公演お疲れって。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。見てくださった方いますか？そう、じゃあまずじゃあ劇場に来たよっていう人、うん、はー、劇場来たよって、これ目立ってたよって、嬉しい。はい、お、結構意外といらっしゃる、結構いる、ありがとうございます、ありがとうございます。オンデマで見たよって人、あ、オンデマの人もいます。お、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、でも明日もね、実はそうなんです、あるんで、明日もし明後日も23日、23日、24日もあるんで、皆さん、はい、ぜひ気になるなって方は、うん、劇場にお越しくださるか、 BMM のオンデマンドでぜひ見てください。見てください、超頑張ってるので、はい、見てほしいです。バイバーイ、はい、ありがとうございました。さあ、それでは戻ってきていただいて、続いては水曜日恒例企画、萌え企画でございます。今日も芸人会で AKB48 の可愛さを広めるために萌え会ゲストをお呼びいたしております。この方です、どうぞ。どうも、よろしくお願いします。お願いします。やりましたね、AKB ファンにはすこぶる評判の悪いですね。いや、ありがとうございます。はい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 、大丈夫ですかね、今日は。今日は大丈夫だと思うんです。大丈夫です。ただ分からないんですよ、私自覚がないので無意識に演技もなくて、何が良かったのか。そうなんですよ、良、はい、かれと思ってやってる、良かれと思って基本的にやってるんですけど、僕なんか結構勉強したんですよ、この間買ってきてね。意外とね、今ね26ページまで読みました1ページずつ読むもの、なんかいろいろ書いてあるんでね、はいはいはい、覚えてきましたので。本当ですか？え、私たち覚えてます？覚えてますよ。本当ですか？野沢さんでしょ。お、野沢さん、早稲田大学で足が速い。よっしゃー、すごい、ね、すごい、西川さんはね、瞳が特徴的な中学2年生、中学、ね、中学3、中3だ、中3なのね、春からね。これ去年の本当に2017だった、あれ去年の2017だったからね、今18なので、4月になりました。1歳年取らしい、はい、もう覚えてますね、大丈夫ですよ、ありがとうございます、はい、大丈夫、いいです、よろしくお願いいたします。君だれ辞退しないですね、大丈夫ですね、大丈夫です、大丈夫しないですよ、これは、ね、あの頃の俺はどうかしてましたからね。今日も本当に萌えをね、本当に伝えたいなと思います。はい、ということで参りましょう、はい、もちろん こちらの企画、ご褒美争奪萌えバトル、イエーイ、はい、これからですね、ご褒美をかけて、萌えゼリフで対決していただきます。はい、ご褒美がもらえるのは1位の人だけでございます。視聴者の皆さんの応援ギフトで順位を決めたいと思いますので、ぜひポイントをよろしくお願いいたします。はい、さあ、それでは参りましょう。はい、もう慣れたもんです、3回目ですからね。パネルまで持っていただきます。そうでございます。それでは、まず最初の萌え、こちら。こちら、誰だ萌えでございます。あんまりないや、ハードル高いですよ、逆にハードル高い、全体だって誰だって萌えますからね、それ以上見せていただかないと。もうこっちはある程度想像できてるから。そうですね、爆発の時に後ろから目隠しをするシチュエーションで萌えゼリフを言っていただきたいと思います。ご褒美は目隠しした手の形に似ているということで、こちら絶品クロワッサンでございます。いいね、無理やりですね。このクロワッサンじゃなくない、形に。まあね、こうなってるやつがさ。じゃあこのクロワッサンって誰だよ。いや違います、ね、手でやった、おいしそう、クロワッサン、おいしそう、ね、さあ、それでは参りましょう。じゃあトップバッター、キンちゃんから。はい、はい、
チャコラジオ。あ、すごい。チャコラジオ。ありがとうございます。金曜日に配信するのでぜひ。はい。はい、さあ、それでは、ご一緒。さあ、それでは参りましょう。キーちゃんの、誰だ萌え、お願いします。誰だ。ばーん、キーちゃんでした。え？わかんなかった？もうひどいなぁ。じゃあ次誰だってした時は、キーのことすぐ秒で分かったよ。約束ね。はい、オッケー。やったー。キーちゃんですか？いいよ。ちゃんとゲットだ。8000ポイント。あ、やった。こっちだからやりますね。さあ、それでは今のが良かったと思ったら応援ギフトお願いいたします。30秒間投票タイムスタート。さあ、改めて、今のね、これ僕ばっかりかね。そうなんですよ。激汁となるこれどうなんだろうね、後からやる方が結構緊張するのかね。まあパターンが変わるか。そうですね。やられちゃったっていう。あるだろうね。あんな声ね、嬉しい、良かったようです。お兄ちゃんは2人まで。あっ、そうなんとなく。そうだね、確かに。振り切ったなこれは。はい、ありがとうございました。さあ、それでは続いて西川さん。はい、はい、行きましょう。はい、3年生になります。ではどこに行くんですか。さあ、それでは参りましょう。西川れの誰だ萌え、お願いします。誰だ。わあ、ねえねねえねえ、今日ね、私のお家パパとママいないの。だから一緒にお家来ない？あー、うわー、あー、13ですよ。大人な感じ。13とは思えない。13とは思えないですよ、これ。どうなんかね、逆に幻滅したみたいな人いない。大丈夫だ。大丈夫ですか。まあでもいいですよね。こんなの言われたらドキッとしますね。すぐ行きます。あー、なるほど。すぐ行きます。さあ、それでは今の映画だと思ったら応援ギフトお願いします。どうしました？テンション上がりましたね。なんかさ、すぐ行きます。めちゃくちゃ面白くて、よくよく考えたらそんな人嫌だけどね。すぐ行きます。すぐ行きます。敬語で。おそらく年上であろう方が。さあ、30秒間投票タイムスタート。はい、西川さんが良かったと思ったらお演技お願いします。西川さんのクロワッサン大好きです。クロワッサンが食べたい。ちょうどお腹の空き方ですね。大好きです。大体誰か一人が晩飯来ませんか。コーダスペンドね。クロワッサン出来上がったですね。あえてパパとママって言いました。あえて言ったんだ。普段は女の子。いや、普段もそうなんですけど、やっぱちょっと大人っぽくなりすぎちゃうので、お母さんと。なるほど。あえて素晴らしい。ありがとうございました。さあ、ちなみに一つ前のキーちゃんのコメントを見せます。こちら6374ポイント。やーやー。はい、さあ、それでは続きましてずんちゃん。ずんちゃんがね、滝沢さん面白いってずっと。嬉しい、ずんちゃん。今日はね、下口さんの代わりに来たんでね。めっちゃ詳しい。30度目の人だね。そう。30度目。すごい。頑張り屋さんなんだよね。いや、書いてあったよ。よほど炎上気にしてらっしゃる。ずいぶん覚えてきました。いや、だから頑張ってるところだけじゃないですね。覚えてきました。さあ、それではずんちゃん。はい。はい、参りましょう。さあ、それでは、行きましょう。ずんちゃんの誰だ萌え、お願いします。誰だ。あなたが好きな鈴葉です。でも、ちょっと、集合場所アメリカって遠すぎない？まあ、次はもうちょっと近いところでお願いします。かわいい。かわいいな。アメリカだったね。
サカかな、アメリカの。そうです、設定はね、はい、ぶっ飛んでますね。ディズニーランド現地集合、現地集合だよ、まさに、ね、外国現地集合厳しい、ちょっと厳しいな。チケットの取り方とか分かんないな。そんな中で誰だってやる勇気もすごい。そうかなと思っても一回歌うなっちゃうね。さあ、それで今の文字が良かったら応援ギフトお願いいたします。投票タイムスタート。30秒間です。ちょっとね、まあ、割とぶっ飛んだね。あ、なるほど、そうだね。これも手のひらを見るってこともないから、意外にどんどんはい、ありがとうございました。さあ、それでは1個前の西川さんのポイント、こちら、ドン、16,723 ポイント。やったー。何これ、めっちゃ笑うやん。どうした、俺が驚いたの。滝沢さんに随分ハマってる。すごい、なんかマイクなしでも全然、マイクいらないかもしれない、逆に。なんか、倍になって。でも、文字が飛んできます。文字が飛んできます。あられちゃんじゃねえんだよ。そのままだったらさ、ちゃーって。なんか体育祭のなんか文字みたいな。あれちゃん先生。先生か。喋ってないで、野田です。はい。え、野田。え、やります？やります、もちろん。いやいや、本当に、いや、だから誰だってやる人とかさ、います？本当に。怖くないの？いないの？中で3歳までしかやらない。アイドルをやると思ってんのにな。あれ、私アイドルでしたっけ？さあ、それでは参りましょう。誰だ萌え、お願いします。あ、違う、誰だって言う。そこで言わないでしょ。誰だ。知らない人だった。知らない人だった。知らない人だったじゃねえんだよ。間違えちゃった。誰だと言えば、誰ですかねみたいな。誰だったんだって。でしょうねっていう。今のが。よかった、どこからはいい人お願いいたします。30秒間のプレータイムスタート。萌えではない。どうぞ。いや、そうですよ。いや、わかんないですよ。世の中にどんな人がいるかわからないですよね。わかんないね。そうですね、本当に。誰だって言われたらもう誰でしょうねって言われましたね、本当に。いや、誰でしょうね。知らない人にやっちゃダメなんだよ。あ、やっちゃダメなんですか。そうですよ。知ってる人にやるテレビやってた。あ、そうなんだ。まあ、そうだ、そうだ、だ。知ってる人にでもやらないんですけどね。知らない人、はい。笑いすぎる。さあ、それでは。このパターンはやっぱりなんか、やっぱちょっと恥ずかしいのかな。燃えさせるって。いや、私も全力出しました。全力でも知らない、全力でも知る、この知らない人を燃えさせてあげよう。全力で思いました。知らない人でも燃えはしないと。全部、あ、全員、はい、じゃあ、ずんちゃんとノザ のポイント、こちら。こちらの勝者は野沢れな。こんなことあるの？すごいね。あの、先々週のひな中のちょっとおかしくなった。萌えの水曜日。いやいや、じゃあそれでは、やっぱり世の中にはね、知らない人に誰出してほしい人がいっぱいいるんですかね。知らないというのが萌えだった。はい、それではこちら、クロワッサンをいただきたいと思います。
する。あ、めっちゃクロワッサンの匂いする。はい、それではいただきたいと思います。はい、クロワッサンでしょうね。いやもう美味しい、美味しかった。ちゃんともうふわふわで、ふわふわ、うん、これ食べ終わるまで。いや違います。あとで後でいただきます。はい、ありがとうございました。すごい美味しい。びっくりしたもん、野田の野田の投票タイムで日本タワーが立ったから俺も笑っちゃってよ。ありがとうございます。そう、知らない人じゃなくて可愛い子だったら嬉しいかもね。あ、なるほどね。それもあるわね。あ、それもあるかもしれない。さあ、ということで、さあ続いてのお題でございます。お題、うん、はい、はい、お題こちら、お膝すりむいちゃったもえ。さあこちら、膝をすりむいて男性に絆創膏を貼ってもらう、そんなシチュエーションでモンセリフを言っていただきたいと思います。弱ってる女ってのは大体可愛いからね。そう、全部怪我しちゃってるからね、背負いの女性はね。そこら辺で攻めていただきたいな。はい、ということで、絆創膏を貼る手たれの方ご紹介しましょう。キャンディちゃんです。キャンディちゃん。よろしくお願いいたします。有名人。ありがとうございます。さあそれでは誰からやりましょうかね。じゃあ教師、誰からやりますか。すごい衝撃的です。はい、できた。こん負けしましたね。はい、あ、その前に、あ、ご褒美ですね。ご褒美、ご褒美、こちら。やばーい、絶品ローストビーフでございます。最高のところだ。お肉好きな人、はい、はい、はい、さあこちらをかけて、モエフェルフで、やっぱりね、ローストビーフがめっちゃ大好きなんですよ。ローストビーフが一番盛り上がるな、ね。はい、じゃあそれでは、あ、また行きましょう。さあ西川麗のお膝すりむいちゃった萌え、お願いします。うーん、痛いよ。すりむいちゃった、絆創膏貼って。ありがとう。でも絆創膏だけじゃ足りないからギュッてして。はい、やばー、奥の方から、おーおー、さすが大天使呼んだ後なんですかね。先ほどのね、あ、続き続きもんですね、これ。さあそれでは今のが良かったと思ったらギフトをお願いいたします。30秒間トレータイムスタート。そうですね、黒いのね、黒いね、痛いよ。そう、これがですよ、スカーはまあお上手だ。人のも考えられるぐらい、こうやったら可愛いよ。上手上手上手。なるほどね。はい、ありがとうございました。さあそれでは、あ、続きまして誰がやりますか。はい、はい、じゃあふんちゃん、ふんちゃん、はい。さあそれでは、あ、参りましょう。お膝すりむいちゃった萌え、お願いします。痛い、膝すりむいたから罰則貼って。ありがとう。じゃあ、チュ、お礼のキス。かわいい。かわいい。ここまで、ここまで、照れてるところが。これはこれでかわいいですね。言っては見たもの、照れちゃった、そこまでが、もうゼリフです。男の人が何言ってたよ、みたいな。前半結構棒読みでしたね。痛い。さあ、それでは今のが良かったと思ったら、応援ギフトお願いいたします。30秒間トヨタイムスタート。さあ、今のが、ね、うん、良かったと思ったら、30秒間でございます。いかがでしたか。そうですね、いや、なかなか可愛かったですね。うん、こういうのが欲しいなって思いますよね。あー、なるほど。
います。あ、そう、男の子だ。5歳1歳1歳かまだ5歳の男の子。ちょっと待って、分かる、ここに行っちゃう、どっちか分かんない、2次元のあれもあるから。さあ、それでは、まずは西川さんのポイント、こちら。4941ポイント。なんか全体的に高いですね。高いですよ。でもちょっとノズさんがいるから油断できないですよね。確かに、さっき来たと思ったんですけどね。さあ、それでは次誰がやりますか。はい、そうですね、ノズさんがどうだろう、やりにくいです。絶対やだよ。さあ、それでは参りましょう。キーちゃんのお膝すり抜いちゃった萌え、お願いします。痛い。さっき階段でさ、思いっきりこけちゃってさ、すりむいちゃったの。絆創膏持ってる？貼って。ありがとう。もしかして木より女子力高いんじゃないの？でも本当に感謝してる。じゃあお詫びに週末一緒に映画行かない？はい、オッケー。映画行きたいから今私が映画行きたいから。王道、王道の萌えですよね、これね。はい、ありがとうございます。皆さん見えてなかったんですけど、ちょっとやっぱり骨口をこうしてたところ。そうなんですね、あれ聞いてると可愛かったんだけどね。貼ってる時こうね、広げてたのね。さあ、それでは今のが良かったと思ったら応援ギフトお願いいたします。30秒間トヨタイムスタート。やっぱ骨口はそういうのが多い。ここにこうやってちょっとやってるのが好き。悔しいことに可愛いなと思っちゃうからね。ね、あ、そうや、こういうね、仕草がね。映画はなんか見たいのあるんですか？今はコナンの新作ゼロの実況が。僕も見ました。ネタバレダメですよ。今すごいひどいネタバレがいるんだね。ネタバレマンがね、いる。俺も来週、うちの子供も見に行こうと思います。あー、いいなー。はい、さあ、それでは、ズンちゃんのポイント、こちら。10,844 ポイント。やっぱり全体的に高いよ、これ。はい、キーが応援してくれてますね、これね。はい、うん、さあ、それでは、最後。どうだ、どう来るのかな。一発目に、一発目良すぎるってのもな、やっぱりな。さ、あのおしゃべりな野田がここ6分ぐらい黙ってましたね。現地みたいな顔でしたね。考えてましたよ。そうですよ、私は転びません。じゃあそこはいいんです。分かんないじゃん、そんな。そこはいいんです。転ぶこともあるよ。そんな人がすりむいちゃった方がね、しかない。逆にロングスカートだってのはやっぱりいいのかもしれない。今から膝が出るみたいな。さあ、それでは参りましょう。膝すりむいちゃった萌え、お願いします。なんか絆創膏貼らなきゃいけないっぽい。学祭わかんない。でもなんか多分これそう、ストッキングだから貼れないかもしれない。でもお願いします。血が滲むだろうね、じゃあね。そういう場合どうする？え、見て、動く、あー、見て、動くよ。で、やばそうだからちょっと救急車呼んでいただけます？なんでだよ。なんで救急車？ちょっと解説させていただきます。ちょっともう、なんか収拾つかなくなっちゃったので、ちょっと本当に救急車呼んで。あー、それ、この場を救急車で中を押し通そうっていう。なんかもう本当にどうしよう、今日なんかもう本当にもう。なんで落ち込んでるんだよ。そういえば、あの過去の一発芸あたりがおかしかったか。さっきはね、よかった。よかったけどね。はい、今のは良かったけど、今のは演技とお願いいたします。30秒間。あ、私まだ座ってるんですよ、ここに。そうです。パニック状態じゃないですか。いや。でもゲームを使ってたら誰だろう、先輩にやってもらったのかな、今ね。イメージ的に。あ、知らん。知らない人です。私じゃない。やっぱり
ちょっと ご存じない方なので、やっぱちゃんとしっかりと敬語でお話しさせていただこうかなって思って、やっぱりちょっとそれの敬語使う、知らない人には敬語使うっていうのはもう知識として持ってますので。そうなんだ、たまたま番組を持ってて買ってくれたんだ、ね、そうなんだ、なるほどね。そしたらストッキングだったんだね。そうなんです。これメモにヤバい人って書いとくわ。ヤバい、ヤバい人じゃないです、本当にもう普通の人の代表なんで、はい、普通の人の代表で、はい、でも時にまあやっぱりお寿司屋さんの社長になることもあるんで。ちょっとわからないけどヤバそうですね。はい、ヤバくないですよ。やっとくそれ、わかんない、今意味がわかんないから。あ、意味わかんないですか。いい、一緒にやりたいですか。大丈夫です。やりたくないですか。見てる方がみんなわかってるでしょ。あ、みんなわかってます。野田さん、やっといた方がいいですよ。やっといた方がいいですか。本当に怖いんだけど。やっといた、やっぱね、やっぱ気持ち入んなきゃいけないんですよ。俺従業員がね。ダメなんだ。いやいや、笑っちゃダメですよ。笑っちゃダメ、分かってますよ。もう従業員一同も、はい、分かってますよ。お待ちしますから。本日はちょっと滑ってしまってるんですけど、そうですね、やっぱ社員一同の思いをやっぱ常に背負ってやってます。はい、それでは皆さんも一緒に行きましょう。スーザンマイク。ダメだよ、もうダメだよ。一回もね、笑わないでできたこともない。必ず笑っちゃうんですよ。はい、思いをちゃんと伝えてほしいんだから。なるほど。いや、おっかなかった。それではお二人のポイントですね。はい、全員のポイントこちら。おいちょ、どうですか。さあ、ということでキイちゃんが5200ポイントの差が1万738ポイントということで、このバトルの勝者は西川レイに出て、ローストビールを、それではお食べください。はい、先行逃げ切りがどうでしょうか。いただきます。いただきます。美味しそう。こんななんかサイコロ型の初めて。いただきます。はい、おいしい。おいしい。うん、なんか分厚いので、うん、噛み応えもあるし、なんかどんどんおいしい液が、エキスが溢れてきます。はい、肉汁が、おいしい液が出てきた。おいしい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。これうまそうだね。これうまそうだね。ご飯欲しいよね。硬いよね。硬い方が噛んでない。やっぱそうなんだよ、お肉感もあるしね。はい、さあ、ということで続いての萌えバトルはこちら。ドン、お兄ちゃん起こして萌え。おーい。さあ、今夜はそうですね、朝なかなか起きられないからお兄ちゃんに起こしてもらっての萌えゼリフでございます。お兄ちゃんの腕役はキャンディちゃんでございます。なるほど。キャンディちゃんの腕で起こしますので、これやっぱ油断できないのは寝顔もやっぱ萌えの一つですからね。なるほど、なるほど。そう、最初からもう映った時から。そうです。あ、ちょっと聞いてみます。はい、それでは、今回のご褒美はこちらでございます。どうですかね、図書カードでございます。生々しい。はい、生々しいご褒美をかけて頑張っていただきたいと思います。一番嬉しい。一番嬉しい。一番嬉しいはやばいから。漫画好きですね。本が好きだ。本が好きだね。本が好き。さあ、それでは誰からやりますか。まあ、最後だ。はい。はい、じゃあ、次じゃあ。はい、じゃあ私がなんか遅刻するぞって言いますので、お兄ちゃんやった、はい、その後に起きていただきたいと思います。やりますか。いいです。はい、じゃあそれでは参りましょう。お兄ちゃん起こして萌え。大丈夫、そこ大丈夫。お願いします。起きろ、遅刻するぞ。え、おはよう。え、こんな4時半の時間に起こしに来てくれたん。あー、嬉しいなぁ。じゃあこれから毎日起こしに来てね。じゃあ起こしに1週間起こしてきに来てくれたら、2週間の最後にチューしてあげる。はい、ありがとうございます。いいですね。中には爆発力だね。4時半ですか。早いね。そうなんでやってるんだ。
んだっけ。やってます。あ、それで寝坊するって言ったよね。ちょっと寝坊しちゃう。予兆やってんの。いや、そんな早くない。そんな早くないやってます。すげえな。はい、ということで今の間だと思ったらお演技お願いします。そのタイムスタート。実は最初にいいで、やっぱり寝てる感じの顔ってやっぱり可愛いよね。あ、なるほどね。ね、おお、ね、よかったと思ったら、あ、応援の人お願いします。これからどうするかって今ですけどね、これがグダるだろうなと思ってたらね、あんまり最後に週が来ましたからね。週は頼れますね。頼れる相手、頼れる相手ですね。ただ2人までですかね。2人までですか。はい、ありがとうございました。さあ、それでは、続きまして誰がいますか。ひぃちゃん。はい、うん、いい出だってたからね、うん、さあ、それでは、いや、寝ちゃいそうだな。え、寝ちゃいそうだな。寝ちゃいそうだな。おやすみなさい。本当に起こすよ。すごい、本当に起こします。さあ、それではどうやったらできる。お兄ちゃん起こして萌え、お願いします。起きろ、遅刻するぞ。うん、もうちょっと、ちょっとこっち来て。あー、人肌ってあったかい。ね、あと10分だけ、いい？はい、OK。 もういいね。おやすみなさい。それはいい。いいよ、どこで起こったの。変態作家がスタンディングオベーション。やばい、これを言って欲しかったと言われた。はい、さあ、それでは、あ、今のライブだったと思ったら応援ギフトお願いいたします。30秒間投与タイムスタート。かわいい、今日は良かったけど、朝は強いの。朝です。朝は強いですよ。もうアラームのワンコール目で起きるくらい朝強い。行きますよ。じゃあ、これ使おう。これ、はい、ひょっこりはん。だって言うから。はい、ありがとうございました。ひょっこりはん。絶対にカメラ向いてるんですよね。あ、さあ、それでは、あ、ズンちゃんの方に、はい、見てください。こちら、おいしょ、11ポイント。さあ、それでは参りましょう。お兄ちゃん起こして萌え、お願いします。起きろ、遅刻するぞ。起きてるよ。でもお兄ちゃんに起こしてもらいたくって寝たふりしちゃった。起こしてくれてありがとう。はい、わざとだ。寝てなかった、はい、寝てなかったか。もうね、待ってて、はい、ドキドキしながら、クモの巣のように、クモの巣のように、クモの巣のように。どうだろう、違うかな。はい、今の西川さんがいますと思ったらお演技スタートお願いいたします。30秒間投与タイムスタート。いや、慣れてるかございますね、これね。そうですね。顔が好きなの。なんかめちゃめちゃ可愛くないですか。もう全部が、全部が本当可愛い。こんなに萌えが上手だって思ってなかった。しかも大人っぽいんでね。姉ちゃんってリアルガチで妹だよね。お兄ちゃんいるよね。お兄ちゃんいます。あ、そういうガチで。お兄ちゃんと仲いいの。お兄ちゃんとは、うん、たまに話すくらい。たまに話すくらい。結構そんなもん。本当に兄弟そんなもんだよな。そう、そんな話すくらい。さあ、それでは、キンちゃんのポイントこちら、はい、よいしょ。7973ポイント。おー、いいですか。はい、おい。さあ、それでは最後、野田。もうそんな時間。もうそんな時間。やるよ、もうそんな時間。早いですよ。テンポできてるじゃん。
これいいですか？何を、あれでもいいんじゃないですか？いいですか？いいよ。怖い怖い。あれ押したらあれ動くからね。あ、それ知ってます。大丈夫。消さないでよ。消さないで。モニター消さない。モニター消さない。怖い。もうてかもうさ、だっておかしくないし。それの中で遅刻するの。どういうこと？遅刻したくないし。急に進んでて。もう始まってる。始まったんですよ。お兄ちゃん起こしてもらえ。お願いします。もう来んちゃくれなくていいです。いや、そんなこと言って起きろって。俺は遅刻するって。起きろ。え？何して？待って、スマホじゃなかった。おはようございます。おはようございます。自身のニュースやってる。リアルすぎるわ。リアルすぎる。誰が寝起きドッキリしてたんだよ。寝起きドッキリしても驚くなの。いや本当に。これ毎日の？どうだろう。あの朝早い時によくメンバーに起こしてもらう時に、いつもアラームだと思ってリモコンをずーっとこうやって見てるらしいんですよ。こうやってずーっと止めたくて。そんなネタ知らんわ。ずーっとこうやってやってるらしいんですよ。目悪いんだ。あのまず目悪いんで何も見えてないんですよ。なんで寝ぼけてるのと、もう携帯だと思ってるのが同時に起こって、本当にずっとリモコン見てるっていうのがよくある。あと普段の生活も垣間見えたかもしれないから、燃える人は燃えるんじゃない。それでは投票タイムスタート。最後のは良かったと思ったら、あー、おいしそうだよ。燃えたと思わなくてもいいです。そうですね。スタートの方かな、あんっていう声だけ。あん終わったのかって。いや、皆さん本当に普段の生活とか見れた感じが。いやでも本当に朝起こされたらもう嫌だ。機嫌悪そうだな。もう本当に、もうマジでさ、すいません。ダメだよ。仕事だから起こしてる。そうだよね。はい、そこまでです。さあ、はい、どうだったでしょうか。はい、いかがでしたか。おー、コーナーと飲んだの一発目がよっぽど良かったですね。非常に良かったですからね。はいはいはい。ただ若さんのツッコミがあって分かりましたけどね。ありがとうございます。そこまでね、待ちますからね。はいはいはい。照れないっていう。照れない。さあ、それでは全員のポイントこちら。スタート。西川が6629ポイント、父さんが5948ポイントということで、勝ったのはずんちゃん。やったー、ずんちゃん、やったー、やったー。はい、さあそれではということでございまして、はい、図書カードゲットでございます。以上、大晦日萌えバトルでした。提供 AKB48 の君誰は、福波超絶推しオレンジ様、大鳥コウ様、カズアットカンホクト様、頑張れマシンガンズ滝沢様、ニュータイラー2アットミュージカフレンドシップ様、ひょうちゃん様、そして応援していただけるファンの皆様の提供でお送りします。はい、じゃあこのまま行きますか。はい、このまま行きます。はい、じゃあ戻ってください。はい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 、ということで最後はこちら、 K ポイントチャージ。さあ、ということで今日一番番組継続に貢献したメンバーは一体誰だったんでしょうか。ということで、10秒ずつ今からメンバーが最後のアピールをしますので、貢献度に応じたギフトをお願いいたします。一番多くギフトを集めたメンバーが本日のキミワンとなります。キミワンに輝いたメンバーは1位の視聴者の方に誰が萌えで感謝の言葉をお願いいたします。さあ、それではまず西川さんから、はい、参りましょう。それでは10秒アピールタイムスタート。はい、今日はありがとうございました。ローストビーフももう本当に大好きなローストビーフを食べれて本当に嬉しかったし、最初の白衣萌えっていうんですかね、
歯医者さんのやつとかも初めてだったので、結構歯医者さんも結構いいなって思いましたね。新しい萌えをちょっと発見しました。そうですね、ロースビーフ美味しかったです、すごく。あとなんか滝沢さんが始まる前にあの図鑑を見ながら一生懸命紙にあのメモをしてやめてください、紙に書くのバレるだろすごくあの嬉しかったですはい、今日は本当にありがとうございました。また君だれぜひ見てください。またね。はい、そこまで、はい、そうだよね、どうしようか、俺もそう思ったのよ。あ、野沢のね、さっきのね、俺クマ入ってたのよ。あの、うん、こっちのポイントがね、集計が遅いんですよ、相手の。で、クマが10個入ってたんで、さっきのは野沢が優勝です。なんと、そうなんだ。図書カード、図書カードは、野沢で。あ、かわいそうだよね。半分ずつくれば、なんかね、半分ずつ、あとで。じゃあ、全然半分ずつ。いいよ、全然いいよ。本読まないんで。なんだよ。なんだよ。読まないの。二人で一緒に使おう。はい、一緒に本屋行ったらいいよ。行きましょう。それでね、どっちかがね、やればいい。はい、じゃあ続いてキーちゃん。はい。はい。はい、さあ、それでは参りましょう。48秒アピールタイムスタート。はい。今日も、見ていただいてありがとうございました。ちょっと本当に野田さんの最初のあの誰だ萌えが面白すぎてツボすぎて本当にまたやめてほしいんですけど、そういうのね、そういう企画じゃないんだと。ちょっといや、そう、でも本当に面白くてあの楽しかったので、ぜひ明日からの和田先生回も見ていただきたいと。いや、笑いながら言うことじゃないよそれは。野田さんが面白くてひょっこりやん、私出てないからそうだね、アンダーさん、ね、さっきのあのあれが面白かったのでぜひ見てください。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。終わり方笑ってましたね。ちょっと面白かった。なんで？野田さんホラー映画のに出てましたね。出てましたね。せいぜいいなかったと思います。本当？映ってなかった。なんだか。え、キちゃんの。え、怖い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 。キちゃんの怖い怖い怖い。怖い。怖い。じゃあ続いて、ずんちゃん。怖いよ。怖いまま終わるはい、ずんちゃん。ずんちゃん。はい。参りましょう。48秒アピールタイム、スタート。はい。AKB48 16期研究生の山根すだはです。今日は、下口ひななさんの代わりに出させていただいたんですけど、うん、ちょっと、ひななさんの代わりにはなれなかったんですけど、すごく先輩の中で一人だけ後輩がいてすごい緊張したんですけど楽しかったです。なんていうのかないやいや、確かにね、緊張したよね。緊張しました。あの16期生よろしくお願いします。バイバイ。あと10秒あんだわ。野田さん、野田さん出てきた。野田さん、野田さん出ちゃったもん。野田だよ。しっかり映っちゃったじゃん。野田野田ね。野田だよ。口角を野田野田にしていただいてね。ずんちゃんの口角だね。口角野田野田野田してくださいね。でもね、俺もいや、ひななと野沢はちょっと重たかったな。よかった。落ちの後に落ちが来る。私の相方ですから。私の相方。さあ、それでは続いて野沢。私も。はい。さあ、参りましょう。48秒アピールタイムスタート。いやー、今日はですね、本当にもう公開処刑かと思ったんですけど、ね、メンバー発表されてね、あの萌えだという時にね、思いましたがね、まあ、今日私やりたかったことはやっぱりありそうでないよ、本当にもう一番大好きなんで、ありそうでないよ、みんなで本当にやりたかったんですよ、私は。そんなにハマってないって。やっぱありそうでない、もう世界で一番面白いゲームだと思いません、本当にもう。ありそうでない、ひけれずんちゃん、ありそうでないゲームはね、ありそうでない、例えば曲名とか、そう、あ
ありそうでない漫画のセリフとかを言うと面白そうでしょ。ほら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 言ってんのさ。ありそうでない AKB の曲。ありそうでない AKB の曲はためますよ。宇宙から来た惑星。そうだけどな。なんですよね。宇宙から来た惑星。宇宙に惑星が。なんでカメタの。ママちゃん目がバッキバキのみたいな。ママだけ全く知らないのよ。そうなんだ。やっぱりあのビジネスカオスでちょっと疲れちゃった。ビジネスカオスって自分で言うけど。全く知らんけど、怖いんだよ。いやー、面白い。ビジネスになってるのか。ねえ。あ、そうそうそう。こいつはこれしか。ママ、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 ほらほら、ずっとそんなまばたきしないでいられるんですか。怖い。バッキバキだよ。まばたきしなさいって。え、でもさ、へぇ、そうですか。お、特技だよ、特技これ。特技ですか。発見しました。いや、すげぇ。特技ないよ。すごい、特技発見しました。やばい。さあ、それでは、はい、集計が出ましたので見てみましょう。西川からオープン。ジャンプ。14,289 ポイント。キーちゃん。はい。12,149 ポイント。ズンちゃん。12,660 ポイント。野沢。12,772 ポイント。一番怒ってるもんね。本日の君は野沢に決定。さあ、それでは1位の大鳥コーさんに、いや、すみません、誰だもえを、大鳥コーさんに、誰だもえを、ちょっとお願いしますから、もう大鳥コーさんって言いましたからね。そうですよ。知らない人じゃない。うん、知らない人じゃない。さあ、それでは、参りましょう。野さんの、大鳥コーさんへの感謝のセリフ、お願いします。誰か誰だって言ってください。力いいの。誰だ。大鳥光さんです。知ってます。ちょっと待って。え、だってさ、知ってる人だったらこうなっちゃいません。だって誰だって言って、感謝の言葉をね、感謝の言葉を、ね、え、だって誰だって言って大鳥光さんだったとしたら、私がこうやってやって、私が大鳥光さんになっちゃうじゃないですか。何を言ってるの。そうなんですか。誰だって言うんですよ。そしたら大鳥光さんって言えなくないですか。だって誰だって言ったらノーザーです。大鳥光さん、そうですって言ってから。大鳥光さん、本当にありがとうございました。しかし最後に傷を負ってなぜか帰ることになりました。ありがとうございました。やっと理解してくれた。はい、ありがとうございました。ございます。いつだいますね。いかがでしょう。いやー、爆弾娘もいたし。まあ、そうだ、萌えも楽しかったですね。はい、また来たいなと思います。はい、ありがとうございます。どうでしたか今日は。楽しかった。キーさんはとにかく笑っちゃってね。はい、誰だがもう思い出されちゃうんですよね。なんとなくあの顔思い出しちゃうんですよね。今日帰りにやっちゃダメだよ。やらない。やらない。やらない。やりたくなっちゃうの分かるけど、やっちゃダメ。誰が真似するか。やりたくはならないね。やりたかね。はい、ということで、ゆりやでございます。明日のメンバーはまたツイッターで発表いたしますかね。はい、まずはそんなにいじめないでくださいね。仲良くやっていきましょう。まず、はい、そしてね、ちょっと勉強してこいって言って、勉強してきますから。そうなんです、やるときはやめるんですよ。ありがとうございます。以上でございます。さあ、それでは西川さん、タイトルコールをお願いいたします。はい、それではいきます。 AKB48 のみみたれ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。また。 AKB48 のみみだれは、すぐは超絶推しオレンジ様、
大鳥光様、カズアット、カン北斗様、頑張れマシンガンズたち、木沢様、ニュータイラー2アット、ミュージカフレンドシップ様、とうちゃん様、そしてその他応援していただいたファンの皆様の提供でお送りしました。ありがとう。ありがとう。バイバイ。